松永成立、松永成立は、静岡県浜松市出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションは GK。日本代表として活躍指導派の悲劇の際には、政 GK を務めていた。現在は、横浜 F マリノスの GK コーチ。静岡県浜松市で運送業を営む家庭の3人兄弟の末っ子として生まれる。当時の浜松地区はサッカーよりも、 野球の方が盛んであり、松永も浜松市立飯田小学校時代に入学すると野球チームに所属していた。しかし監督と対立して退部すると、小学6年生からはサッカー少年団に加入し、本格的にサッカーへの道へと進んだ。なお、当時から長身であったこともあり、ゴールキーパーを務めるようになった。中学校は浜松市立東部中学校へ進学。 ここでもゴールキーパーを務め3年時には静岡県大会決勝まで駒を進めたが準優勝に終わった。高校は地元の静岡県立浜名高等学校へ進学。3年時の1980年に国民体育大会優勝を経験、高校サッカー選手権静岡県予選では決勝に進出するが、静岡県立清水東高等学校に0から2で敗れた。 卒業後は愛知学院大学へ進学。一年次から政治系の座をつかむと、境が正明と共に1982年の総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント準優勝に貢献。二年次には全日本大学選抜に選出され、同年の日韓学生定期戦に出場した。1985年にはユニバーシアード代表として、カツとに、 ユニバーシアード、神戸大会に出場した。大学卒業後の1985年に日本、サッカーリーグ一部の日産自動車サッカー部へ加入。政治意見の座をつかむと、同年の天皇俳優賞に貢献。その後も、木村和史、水沼隆オスカーらと共に1988から89、1989から90シーズンの2年連続三冠制覇に、 貢献するなど数多くのタイトルを獲得した。日本代表としては、1987年のソウルオリンピックサッカー競技アジア予選で代表初、招集翌1989年の 1990FIFA ワールドカップ予選では、政 g k として全試合に出場した。その後、森下晋一に、CGK の座を譲るが、1992年に、ハンスオフトが、 代表監督に就任すると、再び聖地 EK に定着。同年のダイナスティカップ、AFC アジアカップ優勝に貢献した。翌1993年の1994、FIFA ワールドカップ予選でも引き続き聖地 EK を務め、カタールで行われた最終予選では、第4戦の韓国戦では、高セーブを見せ勝利に貢献し、マン・オブ・ザ・マッチを獲得。 ドーハの悲劇もあって、ワールドカップ出場はならなかったものの、最終予選終了後は、ベスト11に選出された。その後、1994年に、パウロ・ロベルト・ファルカンが監督に就任すると代表から、外れるが、1995年に、カム・アマネ監督に代わると代表復帰。この年に代表から退くまで国際 A マッチ40試合に出場した。 日産自動車の後継である横浜マリノスで不動の守護神として活躍を続け、伊原正美らと共に堅固な守備陣を形成していた。1993年 J リーグの開幕戦となったベルギー川崎戦にも先発出場、同年7月17日には J リーグオールスターサッカーに先発出場した。1995年シーズン途中に監督のホルヘソラリア、 ヘッドコーチ早野博士が若手の川口農活を政治意見に抜擢すると出場機会を失うことになった。この起用をめぐってソラリー及び早野と衝突し、カイリーグであるジャパンフットボールリーグのトスフューチャーズへ移籍した。松田直樹によるとミーティングは一触即発のムードで新人だった松田は息を呑んで見守ったという。逃走人 P671997 年に ジャパンフットボールリーグのブランメル仙台、同年8月に京都パープルサンガと渡り歩き、2000年に現役を引退した。松永は15年の選手生活において、日本サッカーリーグ通算145試合、J リーグ通算159試合に出場した。同年12月11日に開催された J リーグアウォーズにおいて、J リーグ功労選手として表彰された。 引退後は指導者の道へ進み、最終所属チームの京都の GK コーチに就任。2007年からは、古巣の横浜 F マリノスの GK コーチに就任し、更新の指導に努めている。シュートに対する反応の速さと、基本的な技術の高さを生かした、守備範囲の広さが特徴。大学時代から才能を高く評価され、将来の日本代表入りを期待されていたが若い頃は、 クロスボールの処理を誤りピンチを招くことも多かったという。後に GK としての安定感を得ると旺盛な闘争心で日本を代表する GK となった。また足元の技術にも優れ、ペナルティエリアを飛び出してリベロ的役割をこなすこともあった。JSL オールスターサッカー3回出場その他の公式戦。ありがとうございます。